クラシカルイドはサンライズ及びバンダイナムコピクチャーズ制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。第一シリーズは2016年10月8日より2017年4月1日まで NHKE テレにて放送された。第二シリーズは第一シリーズの最終話の最後とアニメ公式サイトにて発表され、 2017年10月7日から2018年3月24日まで放送された。NHK では、ファイブレインシリーズ以来となるオリジナルアニメーション。第1シリーズは、ファイブレインシリーズ同様、サンライズが制作を担当したが、第2シリーズでは2015年に、サンライズから子供向けファミリー部門を分割する形で、 設立されたバンダイナムコピクチャーズが出資と制作を兼任している。n h k イーテレでは過去に科学、科学に財を取ったエレメントハンターや数学、パズル要素のあるファイブレインのように学問的要素を取り入れたオリジナルアニメ作品を放送した。今作は音楽をキーとして物語を構築。学生と称されたクラシック音楽の偉人をモチーフに 下謎の存在、クラシカロイドが現代で巻き起こす様々な騒動と彼らが奏でる音楽を超えた音楽、ムジークをめぐる謎を描く。第1シリーズの監督には、銀玉、おそ松さんなどギャグ作品を多く手掛けた藤田洋一を起用。藤田監督曰く闇鍋感あふれるけど気軽に楽しめる作品であり、一話完結と、 いうこともあるため幅広い年齢層から人気を獲得している。本作のキーソングであるムジークは現代のアーティストがムジークプロデューサーと少子クラシックの名曲を各人のセンスで自由にアレンジする形で制作。MP はベートーベンを古帝ともやす、バッハをスンク、リストを朝倉大介、ショパンをエナミックなど、 原点を作曲した作曲家ごとに専属で起用されている。2016年秋に第一楽章が、2017年秋に第二楽章が放送スタートし2018年3月に放送が終了している。また、第一シリーズでの浜音高校の制服は半袖の夏服であるが、第二シリーズでの制服はカーディガンを着用した冬服となっており、 第一シリーズ最終話での出来事を第二シリーズでこの前のこととする時間が流れている。舞台は音楽で町おこしを掲げるとある地方都市浜松。普通の高校生として日々を過ごす音はかなえとかぐなそうすけは歌ないが大家を務める洋館、音はかんで自身をベートーベン、モーツァルトと称するおかしな二人組と出会う。 様々なきっかけから彼らがタクトを振るうと、どこからともなく、誰もが一度は耳にした、あの名曲が聞こえ、その曲が響き渡ると、パイプオルガンがロボットに変形したり、巨大なドクロが現れるなど数々の超常現象が起こってしまう。そんな二人は、クラシカロイドと呼ばれる存在であり、彼らが演奏する曲には、ムジークと呼ばれる、不思議な力が宿っていた。それからというもの、 歌ないと、宗介の前には、頼みもしないのに、有名な作曲家と同じ名を持つクラシカロイドたちが、次々と現れ、彼らの住む街は、毎日が大騒ぎの連続。さらには、歌ないの弟を名乗る少年、渡ると、小人かば、ドボちゃんの、クラシカロイド2名が加わってさらに大騒ぎの毎日へ。クラシカロイドとは一体何者なのか彼らは、何のために生まれてきたのだろうか かつてアルケー社が作ったアルケロイドに響け、我がいろいろ適当に混ぜた結果、学生の記憶とムジーク能力を持って生まれた一種の人造人間たち。見た目や体の機能は人間同様だが、ムジークの力についてやクラシカロイドたちがなぜ過去の記憶を持っているのかは不明である。第一シリーズ曲名のリンク先はムジークの原曲。 第2シリーズ第1シリーズ第2シリーズ第1シリーズは2016年10月8日から2017年4月1日まで NHKE テレにて土曜17時30分55分に放送された。バンダイチャンネルでは放送翌日の日曜12時に配信された。第2シリーズは2017年10月7日から2018年3月24日まで NHKE テレにて 土曜17時35分から18時に放送された。また、2020年6月29日に、7月9日20時から、YouTube 上の BN ピクチャーズチャンネルで、第1期、第2期が無料配信、ライブ放送されることが、Twitter の公式アカウントで発表された。毎週木曜日、20時、2話ずつ、ライブ配信されている。さらに、 2020年9月9日、9月16日、9月23日の毎週水曜日19時25分からは、ベートーベン生誕250周年のプロジェクトの一環として、ベートーベンが活躍した回のセレクションとして、それぞれ、第一期、闇、その向こう、違いのわかる男、宇宙からのアンコールが再放送されている。ありがとうございます。